スタ J1 リーグ。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ピッチとスタンドの距離が近く、アウェーを戦う対戦相手、ホームサポーターの強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。この時間はジュビロ磐田対ヴィッセル神戸、こちらの一戦をお届けいたします。天候の確認です。シュート、うわ、うまく飛び出してシュートまで持っていったんですが、これは決まりません。足元ではなくて、やはりこう少しスペースに出しているボールがね、非常に効果的ですよね。山田、チームを率いるキャプテンです。松本、さあ北澤さん、今日のゲーム注目選手は誰でしょう。そうですね、大迫でしょうね。もう説明する必要もないかもしれないです。シュート、さらに来る、ちょっとミートが足りないというシュートでした。後藤、暗転してのシュートでした。ジェアン・パトリックから酒井、ここで丁寧に、ここから打った、外れはしましたが鋭いシュートでした。今のは枠いかなかったですけど、すごいキックでしたね。松原、上原、今日のゲーム両チーム、まずこの立ち上がりは北澤さん、どうご覧になりますか。まあ始まったばかりでまだ点も動いてないですからね、スタミナは全然ありますから、ミスが少ない序盤はお互いじっくりいきたいところですかね。大木原から左へ、ジェアン・パトリッキ、大迫へ。前半16分を回りました。シュート、わずかに右へそれました。素晴らしいシュートだったんですけどもね、バックに入れたかったですよね。スルーパス、チャンス、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね。松原、ドゥドゥ、ドゥドゥ、左サイド上がっていきます。後藤、さあ左へ預けて、ドゥドゥ、おー、いい形じゃないですか。中央、直接行ってしまいました。ジェアン・パトリッキ、後藤、ハツセ、このボールに触ります。これは合いません。もう一つ前に行きたい、サイドを使います。裏へ届くか、抜けてくる、いや今のはもったいないミス。大木原、大迫が受ける、さあ左サイドへ抜けてくる、ディフェンスこれを読んでいた。ドゥドゥ、スペースを狙う、どうだ、よく抜けてきましたね。北澤さん、これ今フリーになっていましたけれども、うまくマーク外しましたよね。いやパスからシュートまでの一連の流れが非常に良かったですよね。ディフェンスとしてはあそこまでうまく崩されるとなかなか守りきるのは難しくなりますよね。1対0、先制ゴールが決まりました。
先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて視野がぐっと広がりますよね、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この後の攻撃のリズムも良くなるんじゃないですかね。なるほど、ワイドに展開します。いいボールですね。自分で行く、来たぞ。ここは間合いを取る、シュート、来た、追加点、ジュビロ、怒涛のゴール、勢いが止まらない。山田、キーパーの取れない位置を狙った見事なシュートです。あれはさすがに取れないですよね。落ち着いてきっちり決めた、いいシュートですよね。さあ岩田、得点を重ね2対0という展開。いや、チームに勢いを感じますよね、はい、さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。酒井から井出、後藤、井出から左へ、ジェアン・パトリッキ、これを止めます。井出、上原、ここはカットします。上原から前線へ、さあ左へ預けて、サイドチェンジ、ここはつながりません。酒井から大迫、さあ裏を狙っていきましたが、これは合いません。ドゥドゥ、荻原から大迫、振り抜いた、ここで笛、前半が終わりました。さて北澤さん、前半振り返って一言お願いします。岩田としては自分たちの時間帯にしっかりと得点を重ねることができましたね。得点の形は非常に良かったですから、この後も行くときは行く、守るときはしっかり守るということを続けていくことですね。明治安田 J1 リーグ、ジュビロ磐田対ヴィッセル神戸。磐田が前半終わって2対0 2点リードのまま折り返します。さあ後半キックオフ、酒井に渡る、酒井から大迫、大迫に渡る、ミドル、これはよく止めました。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。武藤、武藤から大迫、大迫から左サイド、クロスを上げる、頭できた、決めた、ヴィッセル。後半開始早々いきなりの1点。見事なカウンターからのゴール、あっという間に決まりました。いや、動き出しのタイミングもバッチリで、いい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。さあ神戸、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。このゲームを追いつくためにまずは1点という状況でしたけども、この後半の早い時間帯に取れましたよね、はい、この後の展開ちょっと分からなくなりましたよね。裏を狙う、荻原から大迫、ジェアン・パトリック、お、これいいですよ。ボールがつながる、シュート、いや、しかしボールは左へとそれていきます。この辺ね、外れはしましたけども、ギリギリのところ狙ってますよね。岩田は今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。いや、シュートミスは救いですよね。あの局面に持っていかれない守備をもう一度心がけたいですよね。抜けていけるか、撫でるようなボールタッチ、シュート、
神戸は先ほども同じようなシーンがありましたがゴールなりませんでした。いや惜しかったですよね。まあ形は作れてますからこれを続けていきたいですよね。ハツセからのロングフィード、ハツセからのパスはディフェンスが対応。The attendance for this match was 60,810. 奪われると危険な位置。大迫が受ける。さあ左へ預けて。抜けてくる。中をヘッドだ。いやー同点。ヴィッセル。ここで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね。頭で正確に流し込んできました。パスも良かったですけどもね、しっかり頭で合わせたいいゴールですよね。大迫今日2点目です。さあ神戸見事な同点劇を見せています。神戸としてはよく追いつきましたよね、はい、この後一気に畳みかけたいところですけどもね、ちょっとしたミスで流れが相手に行くこともあるので落ち着いてプレーしたいですよね。そうですね。酒井積極的なディフェンス、ここは笛が鳴ります。これはイエローを食らってしまいます。岩田はまだ選手交代枠を残しています。荻原、鈴木カットに行きます。後藤、さあ逆サイド、ドゥドゥから松本、松本からファーへ、前川しっかりと抑えました。荻原、これは合いません。いけるか、右サイドへ振って、岩田としてはいい攻撃でしたけどもね、まあ、まだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。武藤に渡る、武藤に渡る、武藤ヘディング、跳ね返ったボール、危ないシーンでしたがクリアの対応。これはファールの判定、注意に終わります。キーパーにとっては嫌な位置でしょう。いや狙える距離ですよ。直接狙った、惜しいシュートです。岩田ボール、これはカット、新井、岩田は今のメンバーチェンジで残す交代枠は1回となります。ファビアン・ゴンザレスへ戻します。ガラスの切り替えも早いでしょ。大迫、武藤へ、時間なくなってきましたよね。最後ワンプレーってとこですかね。これはファールではなかったようです。さあ松本シュート、クロスバーの少し上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。
もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。新井、井出へ、井出、新井、minutes has been indicated。 積極的な守備を見せます。あっと倒された、 PK です。ここで PK、 ちょっと厳しく行き過ぎましたかね。岩田、この試合最大のピンチを迎えています。イエローカードです。まあさっき注意があってのカードですからね、当然といえば当然でしょうね。岩田、今のでイエローカード2枚目となりました。いや、完全にエリア内でフリーになってましたからね、今の選択は仕方がなかったんでしょうね。これを決めて試合をひっくり返します。非常に落ち着いていました。きっちりと決めてきましたよね。さすがですね。大迫、今日3点目。ナンバー10。神戸、さあ逆転しました。時間はもう残りわずか。試合を決める PK になってしまうかもしれませんが、はい、主審は当然公正な目で見ているはずなんでね、致し方ないですね。スペースへ抜けてくる。これはつながりませんでした。さあ笛が鳴りました。3対2。岩田、お互いゴールを奪い合う展開になりましたが一歩及びませんでした。さて北澤さん、今日のゲーム振り返って何かございますか。岩田としては中央